注意。解説を作っている本人は、警察でも、首都高関係者でも、二種免許を持っているプロドライバーでもなく、普通の人です。この解説は、あくまでも年がら年中首都高を、仕事で移動のために、走り回ってるおっさんが、少しでも利用する方々が、安全に快適に、利用していただければと思って、作りました。首都高は年中工事したり、規制が変わったり、状況が変わったりします。走行時には、現場の状況と交通ルールを優先し、安全を最優先して、ゆとりあるドライブをお願いします。合言葉は、ゆっくり走ってね。首都高のわかりづらいところを、ゆっくり解説。谷町ジャンクション編。ゆっくり走ってね。さて、突然ですが、東京の航空写真を、Google 先生からお借りしてきました。この画像の中で、谷町ジャンクションがどこにあるのか、すぐにわかる方は、どれぐらいいらっしゃるでしょうか？多分、多くの方は、わからないと思います。逆にすぐにわかった方、そんなあなたは、私と同じ気を引く、立派な変態です。なんとなく、耳にしたことがありそうな地名を、落としてみます。そして、赤い丸で囲まれた場所にあるのが、谷町ジャンクションです。六本木や赤坂、麻布に霞が関と、良い子は、よっぽどの用事でもない限り、行かない方が良いと教育したくなる地名が、並んでいますが、そんな有名な場所に囲まれて、谷町ジャンクションは存在します。わかりづらいので地図に変えましょう。谷町ジャンクションは、都心環状線と3号渋谷線が、連絡するジャンクションです。3号渋谷線は東名高速とつながっている、日本の動脈と呼ばれる幹線なので、当然混雑します。西側に中央環状線が、開通して、大橋ジャンクションから、多くの車両が、都心を避けて通行するようになってからは、昔のような大渋滞は少なくなりましたが、混雑することには変わりません。首都高マップで見ると、結構東京の中心部にあります。この周辺は国会議事堂や、各省庁などあり、日本の中枢とも言える場所です。こちらは詳細が載っている、首都高ナビマップです。この地図は首都高のウェブサイトで、見ることができます。複雑な首都高が、とてもわかりやすく書かれている地図です。さて、そんな地図で、谷町ジャンクションを見ると、なんだ、ただの Y 字路じゃないか、と思われるかもしれませんが、そんなあなた、この先、三次元の迷宮に振り回されますよ。地図には載っていない、重要な部分を追加しました。実はこの辺り、都心環状線は、内回りと外回りが上下の、立体高架線になっており、3号渋谷線は上下線が、並列の高架線になっています。要するに上下の高架線と、並列の高架線が、各方向に分岐したり合流したりするんです。挙句に都心環状線は、谷町ジャンクションの手前で、トンネルに入っていて、本線がトンネルを出て、一気に駆け上がった先で、ジャンクションになります。合流する3号線も、直前で上り線が、駆け上がって都心環状線の、二段高架に合わせる形になり、ジャンクション内で分岐した道路が、今度は急勾配で下るような、アグレッシブなコースになっています。これ以上、見ている方に無駄に恐怖心を、与えても仕方がないので、この辺で動画での解説に行こうと、思います。ただ、道路は怖いという気持ちは、決して無駄ではありませんので、満身運転などに比べれば、非常に大切な心得です。さて、それでは実際に動画を使って、谷町ジャンクションの、解説に行きましょう。いわゆる三叉路なので6パターンがありますが、すべてのパターンを順番に、紹介していきます。まずは3号渋谷線上りから、都心環状線外回りに、向かうコースです。このコースの特徴は、なんといっても、アップダウンが激しいということです。3号渋谷線から4号新宿線、5号池袋線、6号線、7号線、9号線方面へ向かうコースで、北側へ分岐しますので、左車線を走行しておきましょう。谷町ジャンクション手前で、道はそこそこきつい上り坂になります。
都心環状線の高さに合わせる感じです。また、上り坂の途中で車線変更禁止になります。坂の手前までに、行く方面側の車線に、余裕を持って移動しておいてください。都心環状線外回りは、立体の下の段なので、分岐後今度は急な下り坂が、待っています。この下りで、速度を上げてしまい、この先の合流で、事故る車がいます。本線が混んでる場合など、注意してください。ここで都心環状線、外回りに合流です。この先本線は霞ヶ関トンネルに入ります。続いて3号渋谷線から都心環状線、内回りへのパターンです。このコースの特徴は、都心環状線の右車線へ合流する、かなり怖い合流です。先ほどと同じ3号線上りを、進みます。今回は右へ分岐しますので、手前の六本木ヒルズあたりで、右車線へ、入っておく方がいいです。この坂に来たら車線変更は、しない方がいいです。この先は環状線なので、最悪間違えても大回りで、目的地方面へ進めます。ここで注意点ですが、このコースは上り坂の右カーブなので、左側本線が全然見えません。本線が見えたら、前方に注意しながら、本線の流れに合わせて合流しましょう。撮影時も合流で若干滞りましたが、ジャンクションとは思えないぐらい、合流車線も短いので、注意が必要です。これで都心環状線、内回りへの合流は完了です。続いて都心環状線、内回りから、3号渋谷線下り、渋谷、東名方面へ、行くパターンです。このコースの特徴も、ズバリアップダウンです。都心環状線は、霞ヶ関トンネルから出てくると、急な上り坂で地上を、スルーして高架線になり、その後また登って分岐になります。分岐後は3号線の下り線合流まで、坂を駆け下ります。手前の霞ヶ関トンネルあたりで、右車線をキープしておきましょう。映像は都心環状線、霞ヶ関トンネルからです。トンネルを出ると急に明るくなるので、目がくらむ時があり、車の流れが一時的に、滞る場合がありますが、この場所は、そこで急な上り坂になる厄介な場所で、しかも、カーブというおまけ付きです。一旦ここで平らになりますが、この先また上り坂です。周りを見ると、ビルの建設工事を、行っていますが、この辺りは、年中新しい建物ができるので、周りの景色を目印にしていても、次に来た時に、景色が全然変わってる場合がありますので、注意してください。この坂を登り切ったところで、右に分岐です。坂といっても、先ほどから走っているのは、高架線なので、地上ではなく、上層階でアップダウンしています。分岐点に来ました。都心環状線は、このまま2車線で進みますので、右に分岐して渋谷、東名方面へ進みます。分岐後、下り坂になります。外回りからの車両が、左から合流してきますが、こちらが直線の下り坂なので、合流地点がよく見えます。こういう場所では、速度超過に十分注意してください。合流した2本がそのまま3号線の、右車線と左車線になります。この先、すぐにインターなどないので、合流後に急な車線変更は避けましょう。続いては、都心環状線、外回りから、3号渋谷線、下りへ進むコースです。このコースの特徴は、一目でわかる、急カーブです。また、手前のトンネルから出てきて、上り坂の途中で、ジャンクションの分岐が始まります。左への分岐なので、走りやすいです。では、動画に行きましょう。映像は谷町ジャンクション手前の、飯倉トンネル内からです。このトンネルは、外回りのみで、内回りは地上、それも高架線です。頭上の開口部から見える景色は、なんとも単純な雰囲気で、私は好きですが、脇見運転には十分注意してください。トンネル出口が見えてきました。トンネルを出ると高架線まで、上り坂で、途中に左へ分岐があります。左へカーブしながら、左へ分岐します。先が見えづらいので、注意してください。それと、合流してくる右も、見えづらいです。要するに危ないです。
右からの合流が来ますが、3号下り線は、合流車線が、そのまま左車線になりますので、無理な車線変更は、しない方がいいです。この先当分は、右側の出口はないので、流れが落ち着くまで、左車線を走るのが無難です。ちなみに、左前方に見えてきた、ごっついビルが、六本木ヒルズです。では、この後は、都心環状線で谷町ジャンクションを、通過するコースを解説します。まずは、都心環状線、外回りで、通過します。外回りは、左に分岐があり、左から合流が来る、よくあるジャンクションの流れなので、一番安心して通過できますが、トンネルからの大ジャンクションからの大トンネルです。映像は夜間になります。飯倉トンネルを抜けて、坂道を登っていくとジャンクションです。首都高の特徴として、ジャンクションを通過する本線でも、曲がりくねっている場合が多いので、注意してください。左から3号線の合流が来ます。合流車を避けるために、ここで右車線へ、移動しても構いませんが、この先、4号線へ行く場合は、左車線をキープした方がいいです。ちなみに、右から左への車線変更は禁止区間です。この先、都心環状線、外回りは、霞ヶ関トンネルへと向かいます。では、最後に、都心環状線、内回りで谷町ジャンクションを、通過するコースを紹介します。さて、都心環状線、内回りで、谷町ジャンクションを、通過するコースです。さっきの外回りと、同じだろう?と、思われがちですが、こっちの方が若干やばいです。その理由は、首都高名物、右へ分岐、右から合流です。首都高、都心環状線、内回りは、一周すると、8カ所のジャンクション合流がありますが、実は、全部右側から合流してきます。まあ、とにかく、走ってみましょう。夜間の谷町周辺は、夜景がガチで綺麗です。運転の邪魔になるぐらい綺麗ですので、とりあえず、私、前しか見えないの、精神で、脇見運転注意です。坂を登り切ったところで、3号線への分岐が右側にあります。谷町ジャンクションは六本木一丁目にあるので、夜のきらびやかな光がチラチラしますが、夜景より、右から来る車のインカーの、チカチカに注意してください。右から合流してきます。こちらが本線なので、優先ですが、ここでは左車線をキープしておくのが、無難です。さて、右からの合流も無事越えました。今回の映像は、空いている時に撮影したものを、利用しましたが、ここは、渋滞しまくってる場合があります。渋滞中でも、焦らず、慌てず、ゆっくり走ってね。これにて、谷町ジャンクションの解説は終了です。ありがとうございました。撮影、編集、文字、黒助、機材、リコー、WG、M1、語り、ソフトーク、でお送りしました。